はい、さんこんこにちは、えー、貨幣研究室令和の砂金堀師として今日はちょっと登場したいと思いますけど、えー、砂金収集家の伊藤です、えー、今日はですね実はコインではありません砂金について少しご紹介したいと思っております砂金あの持ってるさまざまなあコレクションも見せてほしいという声もありましたのでちょっとコインの、ね、原型となる自然金そのままのもので ちょっと珍しいものを今日はご紹介したいと思っております。なかなか手で触るの自体が怖いっちゃ怖いんですが、はい、こちらになります。こちら、ちょっと見にくいかな。えー、こちら、結晶菌と呼ばれるものになります。非常に扱いが 難しいものでしてね、こんな形で見せられただと思うんですけど、かなり結晶がですね、すごくあるという金になります。こちら、のアメリカ合衆国のネバダ州ラウンドマウンテンというところの結晶金になるわけなんですが。 特徴があるんですね。このラウンドマウンテンの結晶菌というのはね、非常に繊細なんです。わかりますかねこの線が入ってるの。非常に繊細で、えー、なかなかね、ユニークな形となっておりますね。なかなかちょっと触るのも怖いっていうのもありますので、これぐらいにしておきますけど。 まあこういった天然菌を集めるのも趣味としておりまして、えー、まあ人が持ってないものを集めるのが好きというのもあるんですけど、えー、たまにこうやってね、えー、天然菌に関しましてもご紹介ができたらなというふうに思っております。えー、こういった化粧菌は非常に高いです。グラムで言っても4万円、5万円、それぞれするケースもありますのでね、天然の美世界に一つしかない、同じものはないということもありましてね、 ななななかなかユニーククコレクションとなっておりますまたね、今後、機会がありましたらね、コインだけではなくて、こういった自然菌についても、また鉱物についてもご紹介できたらなというふうに思っておりますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします失礼します。